んでした。どうかな。まあ、最後にまあ間違えたのはまあともかくとして全体的にはあんまり音程狂ってなかったと思ってるんですけど、ね、最近その伴奏を大きくするといい感じに弾ける気がするだけで実は音程が狂いやすいというか自分の音がよく聞こえないからそんな気がしてきたんですよね。まあ、だからちょっと後でもう一遍聞き直して音程がどうなってるか見てみたいと思います。